緒？うわー、どこに座ろうかな。どうしよう。ここでいいか。ここにするか。へえ。さよならレニードロップのクラゲ村長です。私なんで呼ばれたんですかね。私なんで呼ばれたんでしょうか。ちょっとわからないんですけど、前回ねあんまりこう爪痕を残せなかったというか、いやーちょっと出し惜しみしちゃった部分ありますよね前回。やっぱり今回はもう仕掛けていきたいなと思います。頑張ります。ですね。しかも私また一番最初っていう。嘘。あ、前回も一番最初？一番最初。同じ位置にいっちゃう。いやー、そう、座る位置さ大事だよなと思って。いや、まあなんとなくだけど悩んだ心に。はい、はい、どうも、さよならレニードロップのゼロです。そうですね、もう前回は優勝を逃しちゃったんで、ちょっと今回はもう取りに行きたいなと思うんですけど、やっぱ相も変わらずクソ雑魚な攻撃力と防御力で、今回ほぼもう武器がないんですよね。なのでもう周りの自爆待ちといいますか、もう耐えに耐えて、もうなんとかこう守りの方にこう集中して、なんとか頑張って生き残るだけ生き残ろうかなと。まあ特に面白いことはできないんで、他の人たちがやる面白いことを見て皆さん笑っていただければと思います。よろしくお願いします。いや、しんどすぎるな、ね、もう瞬殺でしょって。いや村長瞬殺じゃん。何にもしてないのに。誰もあ、してないことは。おはようございます。おはようございます。変わってない。またてか前回と同じじゃん、その荷物。え、またはなんかいろいろ持って。いや中身違うんで。一緒じゃん。中身違う。ほぼ使ってないけどね前回もね。そう、あの出し惜しみしちゃったね。あ、うわー、またよく呼ばれたね。本当だよね。よく呼ばれたよ。よく考えたらそれね。あんな瞬殺されてさ。そうだよね。うわー、しかも座り方も一緒やし。ここ一緒だ。うわー。さよならレニードロップの小田です。そうですね、まず呼んでいただけたことがありがたいっていうのと、あの手数はあると思うんですよ。多分今回のメンツがどうか分かんないんですけど、まあどのメンツであっても、まあどんどん仕掛けるだけ入り口発信をしていきたいなと思ってて、その何か起こる、その発信をしてって、あとはこうね、誰かがこうちょこちょこそううまく噛み合って小笑いを起こせたらなっていうのはありますね。まあ本当に攻撃力もね、あの手数はあるけど、本当あのなんつうんだろう、あの待ち針みたいな攻撃力しかないんで、自分本当に強い攻撃はできないんですけど、まあ手数だけでいっぱい、手数だけで、あとは防御はね固めたんですよ。めっちゃ本当にお笑いの DVD めっちゃね見てね、もう深夜真顔でずっとこう笑わないように徹したんで、もう多分今日ピクリともしないですよこれで。いやでもここ新しいの来る可能性あるよ。あるね。そうか。でもな、いやあの人来たら俺ダメだわ。いや来ないとは、来んのかな、ちょっと。来てほしくはない。半々、正直半々ですね。彼来るともうダメだわ。たまたま今ね3人一緒だけど、スタッフがなんか今回ベンチ使えますよって言ってたから。マジかよ。やば。来たな。ダメだ。来ちゃったの？ダメだ。
いや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 い
ロングロ、ロングロンガンコです。まあ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 、あのてか またあのお呼ばれされる、お呼ばれされるとは思わなかったんで、まああれですけど、まあ一応俺も私なりにやっぱりそのいろいろお笑いを見て笑っちゃったんですけど、あ笑っちゃった、ダメだ。だからまあでもやっぱし、あの俺の考え、頭で考えたらやっぱりポイントをどれだけ取るかっていうとこちゃうんかい。結局このメンツかよ。マジか。もう一回見たいって思ってくれたのかね。じゃないっすか。あのクオリティで。いいの？ちょっとどこに見とくか見てかわかんないです。スタッフさんいいのこのメンツで。ちょっと大丈夫かね。いや不安しかないよ。まあ、正直今回ちょっと多忙ゆえあまり用意できなかったからとりあえず持ってきたっていうのがあって。正直これ明後日で誰使ってもいいっす、ぶっちゃけ。俺が仕掛けに持ってきたわけじゃなくて、とりあえず持ってきたの全部。いいんすか？もう好きに触ってもらって大丈夫です。本当ですか？これその方がなんか湧くかなって。いや今回は僕もらいますよ。本当ですか？もう前回大手だったんで。あ、いやほっと欲しかったね前回。いやもらいますよ僕。でも俺数々のお笑い DVD とか見て真顔の練習してたから。あ、もう笑わないように。あなたたち君たちの素人のね笑いじゃ俺はもう顔ピクリともせん。これダメだな、この沈黙ダメだ、これで俺もダメだ。見つめたらダメよね。この顔もう見つめたらダメよ。目が泳ぐ。おーそピョ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 ってダメだダメだ。今始まってなくてよかった。そうだね。ルール説明、制限時間20分、その間参加者は笑ってはいけない。笑ったらその笑い方のレベルに応じてイエロー、オレンジ、レッドのカードを渡される。レッドをもらった人は退場、時間終了時に残った人が優勝となる。また複数人いた場合はより笑わせたポイントが多い人が優勝となる。来年1月31日にワンマンライブが決定しました。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日からチケットの申し込みも始まりました。ぜひよろしくお願いいたします。残りの数分がめっちゃ長い。長いよねあれね。めっちゃめっちゃ長いよ。かましますか20分。やりますか。シーズン2スタート。なんかねえかな。なんかこう。あ、もうねえわ。もうダメだ。え？もうダメなの？なんで？なんか寂しい。なんか我慢してる顔とかも。つまみ食いみたいな顔してるの。あー、危ねえ危ねえ危ねえ。あ、なんか仕掛けようとしているから。汚髪あごみ。あれ、どちら様ですか？クラゲ村長です。ねえ、危ねえ。それをバカにしてくる。危ねえ。俺振っちゃったと思ってこっち見てんだもんずっと。危ねえよ。余計なこと笑っちゃったな今。やばいな。いやそのこれ髪の毛の近いところでちょっといけるかな。結構笑っちゃったよ私。笑った。いやでもまあまあまあ最初なんで、まあまあまあ優しくイエロー、ジャブジャブだんで、連れていきましょうよ。もう1ポイント取ってっからね。やべえ。いやバカにしてんもんね。いやいや最初の我慢する顔がもうダメだ。あのこれやめよう、これこれダメダメよ。それダメ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 。それあかん。マジでそれないと笑っちゃうもん。なんでそれないと笑っちゃう。それダメだわ俺。スタート。私負けるから、負ける前にちょっとかます。なんか仕掛けます。負けるからって宣言してる時点でなんで来たんここに。見てもらって何してきた。ちょっと見てもらって、見てもらって。あーぶんね。もう見ましたんで、もう十分十分っす。もう一回見た方がいいと思う。もう一回、もう一回ちゃんと見た方がいいと思うよ。そこは、いやそんな
そんなとんでもない顔しなくていいから一回見てちゃんと見た方がいいよちゃんと見た方がいいよ呼吸長っ機関車トーマスかいやちょっと待ってちょっと待ってねちょっと待って見るから待って、うん、待ってもうちょっと待ってよ、うん、待って蒸気機関車ぐらい息吸っとるやん、はあうん、早く見てちょっと待って早く見てちょっと待って分かったから見るからちょっと待って置いてて見るから、うん、ねっおおやったーやったー待ってよすげえよ危ねえやったー俺さこんな顎出てると思わんかったもんいやもう伸びてんだよね2回目気づかなくて1回目気づかなくて普通かなと思ったのねで俺ねすぐ気づいたんよあるぞ絶対普通の写真じゃないと思ってよく見たらアゴちゃんやんさっき作ったうん昨日仕込んだやばいこれ強い待ってほしかったもうちょっと待ってほしかったいや待ったら倒せないじゃん無理だもんね俺もうじわじわ来てたのが、うん、もう見てってこうどんなんやってんのずっともうなんかここでチラチラ見えてるブリブリしてんねんずっとブリブリしてんのこれ俺それでもずっともうこんなになってた時にそれ来たら無理よブリブリしてんねんずっとこれ急にね急に方向転換してねめっちゃケツ振ってさ俺もこれこんな笑うでしょ誰か一回潰しておかないとと思って最悪よ危ねえ、まあ、あなたもたもたしてるせいで俺やったんだよちょっとごめんマジごめんでもこれどうなんですか色はいやまあでも俺が長かったから、まあ、そこはイエローでしょいやそこはちょっと俺が申し訳なかったでもやっぱ時間欲しいわ分かる気持ち分かる整えたいから整ってない時来たもん俺、ね、もう本当にうわイエロー来たかイエローかスタートまあ、ちょっとなんかみんなの顔見れないみんなの顔見たら終わるみんなの顔見て終わる多分俺よくそんなに顎伸びてたね写真うんノーマルカメラでしょそれうん、ね、ノーマルカメラってどうそうなんだね顔ねおいお前らこっち向け誰ですかやめてくださいそういうんじゃないですえ俺はお前らの指導官や指導官、うん、あこれはごめんな武装だったな官お前らの指導官。お前らはうちの軍隊入って何年目だ言ってみろ何年目だ8日ですお前何年目だ2年ぐらい年って聞いてるの4日だったの何年目だ8日です 8日はいあぶねえなんで自分で訂正して笑ってんだよあぶねえでもこれ自爆だよなそうだね自爆オレンジですねはい、自爆オレンジはい、はい、スタート、うん、ああいやだから、うん、手下げていいから、うん、そんな楽にしていいいやお前らお前何年目だと軍隊来てうちの俺は30年普通に乗ってあげようよちゃんとなんかもう普通に やらせてあげようよ表せんでよすごいねもうカウンターでパーンいったの長えのよすげえな30年も俺が俺もちょっと笑いそうになったもんすごいわやっぱ早すぎやっぱ強いわいやもうね強いほんとのになーもうあの後から笑っちゃうからもう、うんうん、また最初だいやでもまあ今回はポイント取れたから前回に比べたらまあ良かったかないや悔しいな途中良かったんだけどねもう多分呼ばれないと思うけどまた呼んでほしいじゃあムービングカメラとチェアマン結局こうなるんだね結局こうなんだよなスタートもう早速一人死んだじゃあ俺らもう正直言っていいか、はい、お前らの実績が足らなすぎてなうちの軍隊も崩壊しかけとるあすいません正直お前らの名前すらわからんそれで俺が今パッと見た印象でお前ら、ね、その兵士としての名前をつけてやるからあ、はい、心してこのありがたい言葉を心して受け止めろよはい、はい、お前の今後のはい名前は、はい、
デカクリだ。デカクリ、はい、いいか、デカクリとして自覚して生きていけよ。はい。デカクリ、クリ、クリないんですけど。あるよ。お前の。すげえ。すげえ。すごい。いや今のこれ、これ綺麗にもらったっしょ。いや、おったちゃんでしょ。何もしないよ俺。1ポイントでイエロー。あ、イエロー。イエローでしょ今の。スタート。お前の今後の兵士としての名前は。スタート。お前の、はい、今後のうちの軍隊の名前、はい、おいおい、ダメだって、それダメだって。ちょっとピン入れてほしいわ。ピン入れてほしい。ちょ、俺の言う方が、俺の本名、俺のフルネームで言うな。いや、でも来たっしょ。俺もらったっしょ、もういいんじゃん。もう完璧に。よし、来た。いや、俺こっちは遊びだったんだけどな。ゼロだったから。すごい鉄壁だな。ちょっと、あ、見せてもらう。あ、違う、ないんだよ、君。え、こっち待って、待ってない。あー、うん、違う違う違う。何を？あの、紙袋見たかった。あー、オッケー。いや、リュック違う。こっちだね、こっちだね。え、でも、どっちが紙か、どっちが紙かわからんや、そこ。どっちが紙袋かね。え、じゃ選んでもらう？違う、うん、選んでもどっちが紙袋か、そこは。ちょっと中見たいから、中見ちょっと、あ、じゃ あ, あ、じゃあ見ていいよ、じゃあ、うん、ほら、ちょっと。おっ、死んだー。あぶねー。変な空気出すな、ずっと。もう、まあ、前回よりも1個下だったんですけども、初ポイント取れたっていうところをまあ注視して、その、まあ、呼ばれるっていう次呼ばれるは、あの、いえ、俺だと、あの、頑張ります。サイレント。見たいんですよね。いや、見ていいですよ、見て。用意、スタート。まあ、見てもらって大丈夫です。攻撃力のない二人が残ってしまった。まあまあまあ、もうこれは我慢比べですよ、ここからは。そうですよね。これ、なんなんこれ。それちょっと俺、臭いよ、多分。嗅いだら分かると思う。ちょっと待って、なんだこれ。いや、俺の寝巻き。寝巻きじゃないでしょ。え、ごまき。うわ、ごまき、ごまき。そうそうそう、うん、待って、これ、これシャルロットじゃんか、これ、違う。はい、カルロットちゃん。カルロットちゃん、シャルロットちゃんね。そう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 。これはなんか湿ってんだよな。あ、基本的に俺濡れてるから。あ、そうなの、うん、これなんだ。え、これなんすか。あ、これはのび太だね。バジリスクタイムか。うんうん、そうそう、これそう、まあ、これ出てきたらヤバかったわ。まあ、ドラえもんなんではけどね。うん、これ出てきたらヤバかったわ。白塗りの道具とかある。あ、白塗りないんですよ。それあったらもう俺、ね、一撃だったよ。だよな、ちょっともったいねえな。バジリスクタイム、かわいい、かわいいよ。それあとで写真撮ってあげるよ。ほんと？うん、送ってあげる。あ、今大丈夫？
あ、まあ今のは役だから、ね、役の役の笑いだからいいですか、うん、セーフにしましょう。はい、そこそここれすげえな。こっちそうなんだよ。でもいろいろあるんだよ。ちょっと着てみて。いや、ちょっとこれはちょっと嫌だな。これ着てみて。あ、着てみんの。いいよ。ちょっと笑っちゃいそうだな。これでもこれやられてる。これ着替えていいの。着替えていいですよ。今、喉つかれただけなんで。ちょっとどんな感じの。俺もね、あれ大好きだよ。大好きだね。バジリスクタイムが。早く着替えろ、ロランク。ちょ、待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと時間ください。着替える時間ください。ロロマは。時間ください。あ、やべやべ。早く着替えて。震えすぎ。誰が西野かな。え、誰が西野かな。西野かな、うん、なんで分かんねえのかい。分かんない分かんない。なんで分からんねん、これ。一般的に伝わるやつや。分かんない分かんない。なんで伝わらんの。それがやばいわ。ちょ、これ。一番やばいわ。今日一でやばかった、今。なんでそれ伝わらんの。なんで西野かな。なんで西野かな伝わらん。震えると西野かな。なんで伝わらん。あ、これ足出ないんだ。あ、これ足出ない仕様ですね。うわ、マジか。工場でそういう風にお願いしたんで。なるほどな。そう。やっぱあれよな。あ、でも似合いそう。これね。そう、似合いそう。すごい似合いそう。白塗り。うん、あ、似合いそう。チンボ出したらダメ。え、チンボ出したらダメ。チンボはダメよ。チンボはアウト。チンボでダメ。アウト。チンボは絶対ダメ。ダメ、うん、これチンボじゃない。ペラペラやん。これな。キャタピラやん。これどうなってんのこれ。あ、なるほど。チンボに乗せるための。あ、これ邪魔だね、これね。いいチンボやな。ね。すぐわかるわ。浮き出てるもん。浮き出方えぐいもん。これ切ればいいのか。そうそう、そうやって切ってもらって。うわ。すげえな。あ、すごい。かっこいい。あ、こうやるんか。あ、でも、うわ、かっこいい。うわ。うわ、待って。あが兵士としてのその名の通りや。え、兵士としての名前のその名の通りや。何てか栗やん。あ、栗。うん、てっか栗ポジ、栗ポジ。てっか栗。いや、これで大丈夫ですか。ずっとむき出しやん。うわ、すげえな。物質、ロッカーの匂いする。物質？物質とかの。あ、物質。物質の。ただ濡れてますよね、ちょっとね。なんか湿ってんだよね。え、これどうやって湿んのこれ。あ、そうそうそう。おお。で、めっちゃ広いね。これで白塗りな、そうそうそう、本来。そうそうそう。これで。これでやってたの。やってたのこれ。おっしゃー。いやー。想像より面白かった。想像よりその格好面白かったんよ。最悪や。最初の時点でね、結局防御力上がってないことに気づいたんですよ、序盤で。あ、俺防御力上がってねえなって。結構修行したんですけど、2週間ぐらいで。俺耐えれんなと思ったんですけど、最後意外にね、あの青のフォルムが面白かったんだよね。ボルダリングの壁ぐらい出てたから、もうそれで笑っちゃったもんね。空気と同時にやられちゃいましたね。悔しいですけど、また機会があるならリベンジさせてもらいたいなって思います。悔しかったです。ありがとうございました。もうやばい、5分ぐらいしかない。5分ぐらいね。スタート。ゾンビじゃないか、ゾンビ。ゾンビ行こう。行こう。もう、乗りと勢いで行ってみよう。ゾンビターン。あ、言ったら俺もうゼロよ。やばいやばいやばい。一つももらってないよ。ゾンビタイムやばい、やんない。5分でしょ。5分、5分。こんばんはー。はい。あ、こんばんはー。じゃあ今日漫才やっていきますんでね。はい。僕たちのユニット名は、はい、まあ、オタと、クラゲさんちゃんでーす。で、今日は漫才やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日、ショートコントやっていいですか。はい、ショートコントいきます。ショートコントっていうわけでね。じゃあ、なんかやって、ほら、ショートコント。ショートコント。ショートコント。床屋。ショートコント、床屋。床屋。あ、じゃあ、座っていいですね。座っていただいて。はい。やめてよ。じゃあ、お客さん、床屋。やめてよ。どうやって髪の毛、どうしましょうか。はい、髪の毛。いただきますか。ああ、いただきます。絶対来る。ショートカット。ああ、ショートカット。じゃあ、これですね。ああ、俺だ。は
あ、よかった、そっちか。あ、ほらね。あ、ぶねえ。じゃあ、ちょっとお客さん、一旦、ちょっとうるさいんでね。ちょっと一旦、売っときますね。あー、まあ、どこじゃないと。あーしんどい笑いたいじゃあ、軽くスタンガン教えてくださいあはははちょ、待ってあれ聞かないおい俺誰だと思ってんだえ、まさかお、まさかお前うわまさかお前誰だお前の名前クラゲさん長ですクラゲさん長なのクラゲさん長なの3分ジェットコースター乗ります。ジェットコースター、はい、ジェットコースター乗ります。はい。あ、じゃあお客さん、座って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 、はい、座って、座って、座って、ジェットコースター、ジェットコースターの説明しますね。ジェットコースター、うちのジェットコースター、結構触んないで。それで、こうやって、今からね、ジェットコースター上に上がっていきますので、はい、降りるとき、結構、やばいときありますから、はい、じゃあ、一回、これ、ゲート閉まりますんでね。あ、これ、ゲート、なんと、これ、閉まりますんで。あ、これ、ちょっと待って、降りるときのリアクションは、カメラあるから降りるときのリアクションは、ここあとちょっとリアクション撮って降りました、降りました、降りましたどうですか、どうですか、楽しかったですか、楽しかったですかえ早い早い本当ですか痛い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 なんで挟めて痛いのって待ってよそうなんですおい、何日来たい助けたい何日行きたいえ何日行きたい45年45年45年分かったお前のしんどほら一緒にしよう玉ここへ止まってくれたなんか俺大丈夫ちょっと衝撃来たぐらいですビエになってきたよあれなんだとなんだとまだ長いな好きにしていいよランデブついかましたぞでゾンビ長すぎでしょやるしかないもんね時間ギリギリまでダメじゃん腰振っちゃダメじゃんとりあえずイエローそうですね今のイエロー、はい、イエロー、はい、マジで割とオレンジブームあったけどねオレンジにしますかじゃあオレンジはい、こんにちは。私たち、マジック集団です。うちのマジックでもほぼイリュージョンなんですね。そのイリュージョンですからね。えイリュージョンえ顔面がじゃあ、ちょっとこいつの、この存在をね、今から、体をズタズタに切っていって、四肢バラバラにしていきますんで。でもそれをね、こう、少しこうベールに包んであげると、すぐ戻るんで。ああ、なるほど。じゃあ、いきますよ。じゃあ、いきますよ。まず腕から切っていきます。いや、俺に銃は効かんよ。あはははは！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 違うんですよ。こっちは違うからね。ないからこっちは。今私ないから。一回バラバラになって一回。あいやバラ。バラバラになってから。何回し何回し何回しな何回しなもう何回し何回しなんだわ。死んだかいよいよ。死んだか。じゃあ起きろよ。最後に言い残すことあるか。まあ言ってない。偉そうだな。うわあ！うわあ！やったー！やったー！おめでとうございます！おめでとう！よし！うわマジつらしい！しんど！いやサヨメンタルシーズン2。優勝はゼロやったー
勝っちゃいましたね。多分見てる方々もそんなに僕攻めてなかったんで、まあこれずるいんじゃないかってやっぱこれも出ると思うんですよね。まあ僕も実際そう思います。あの最初全然攻めてなかったです。もう最後やっぱ 1-1 になったんで、ちょっと小田ちゃんとね、ちょっとあそこは怠慢っていう意味で勝負出てみたんですけど、まあやっぱりこういうのって自分から攻めてなんぼじゃないですか。まあ確かに耐える笑わないっていうのもまあ一つのルールなんで、まあ勝ちは勝ちなんですけど、自他ともに納得のいく勝利ではないのかなというところでですね、次回またあるのであれば呼んでいただければ、次はもっとしっかりと有無を言わさぬ勝利というものをつかみ取りたいなと思います。ゆるちゃんさん素人なんで、僕も結局ね、もう3万取ったでしょう。もうパチンコでしょう。もう行くでしょう。もう行きますわ。